パゴダンは分子式 C20H20 の有機化合物である。パゴダに似た炭素骨格にちなんで名付けられた D2H の分子対称性を持つ多管式炭化水素である。結晶性の高い個体で摂氏243度の有点を示す。ほとんどの有機溶媒にほぼ溶けないが、ベンゼンとクロロホルムには若干溶ける。低圧化においては消化する。 パゴダンという名前は、講義には同様の16炭素中心加護型、分子骨格を持つ一連の化合物群の基礎化合物として用いられる。各化合物は、このカゴの8つの原子が4つのアルカンサによって繋がれたものと見ることができる。抗議のパゴダン型化合物は、M、N、P、Q をそれぞれ4つの鎖に含まれる炭素原子の数として、 MNPQ パゴダンのように名付けられる。一般分子式は S イコール MNPQ として C16SH12 プラス 2S と表すことができる。具体的には基礎化合物 C20H20 においては4つのメチレン元によって繋がれているため抗議のパゴダンとしての名前は1.11.1パゴダンとなる。1987年。 プリンツバッハらにより、イソドリンを出発物質とする14段合成法により初めて合成された。この合成法では、2.2、1.1パゴダン C22H24 や、その他の派生物も,も合成される。プリンツバッハと共同研究者は、パゴダンという関陽名の必要は、うでかシクロ、9.9、0.01、5.02、12.02、 18.03、7.06 18.、10.08、12.011、15.013 12.、17.016 15.、17. 21個3という IUPAC 名を見れば、一目瞭然だろうと述べている。パゴダンの炭素骨格中には、多数のプロペラム型部分構造が見られる。合成法の全体は次のようにまとめられる。この図に描かれた合成法は、 全体収率24%の14段、ワンポット合成法に短縮することができる。しかし、その方法では、初期段に2回使用されている、テトラクロロジメトキシシクロペンタジエンの代わりに、テトラクロロチオフェンジオキシドを使う必要がある。より段数が短く、収率も高いように見えるが、ジオキシドの高いコストと入手性の悪さから、用いられなくなった。 ジケトン C20H16O2 など、いくつかの誘導体が知られている。1.1、1.1パゴダンと2.2、1.1パゴダンの両者ともに SBF5、SB SO2CLF 中で2価の価値音を形成する。これらの価値音においては、電子結合は中心のシクロブタン管上に広がっている。これらのジカチオンは、後に、 プリンツバッハラが長年にわたり研究することとなる、シグマ、ビスホモ法皇族の最初の例となった。パゴダンは、ドデカヘドランの異性体であり、科学的に異性化させることができる。ありがとうございます。